私は音符、小学1年生の女の子だよ。今日はパパと一緒にスーパーに買い物にやってきました。あ、プニクリマンチョコだ。プニクリマンチョコ、このお菓子今大人気で、どこのスーパーでも全然売ってないんだよ。ママと一緒にスーパー来た時も全然ないもん。美味しいな。そうなのか。よし、音符は今日お買い物手伝ってくれたし、そのお礼に一個買ってあげよう。え、本当？やったー。あれ、その声は音符じゃないのか。あ、ケンジ君だ。パパ、同じクラスの子だよ。ああ、こんにちは。ケンジ君のお父さんは有名な会社の偉い人らしくて、ケンジ君のお家は金持ちだって有名なんだけど。音符、その手に持ってるのはプニクリマンチョコじゃないか。うん、パパに買ってもらうんだ。そんなものを買ってもらって喜んでるなんて一般庶民だな。しかも一個だけ。音符のお家は貧乏なのかい。え、僕はそんな子供じみた安っぽいお菓子で喜んだりしないね。それに僕のママなら全部買い占めてくれるはずさ。買い占めは迷惑でしょ。金次君はいつもこうやってお金持ち自慢をしてくるから、音符は苦手。金次ちゃん、そこにいたのね。ママ。あら、あなたは金次ちゃんのクラスの音符ちゃんだったかしら。それとお父様。あ、はい、はじめまして。音符がいつもお世話になってます。そのお菓子、最近一般庶民の間で流行ってるみたいね。でもうちみたいに上流階級のうちには無縁だわ。それにお父様も貧乏くす。うん、初対じみた格好ですのね。うちの夫とは大違い。この子にしてこの親あり。同じような嫌味言ってきた。でもパパのことをバカにするなんて許せない。休日は楽な格好で過ごしたくて。すみません、買い物の帰りなのでこれで。ケンジ君もケンジ君ママもひどいよ。うちは貧乏じゃないのにパパのことまでバカにして、プンプン。ああいう人はいるもんだよ。気にしない、気にしない。ケンジ君たちに嫌なこと言われたのに、パパはすごいな。その頃、ケンジ君とケンジ君ママは。私はケンジのママ、大手商社で部長として働く夫を持つ、いわゆるセレブ妻よ。息子の金次にも上流階級の人間にふさわしい教育を徹底してるの。ママ、音符って貧乏なんだよね。僕の方がお金持ちで偉いんだよね。そうよ、金次ちゃん。音符ちゃんのお家は貧乏、うちはセレブ。住む世界が違うのよ。よくわかってるわね。うん。クラスメートだからお付き合いがあるのは仕方がないけど、ああいう底辺の人間とうちは違うの。金次ちゃんは道を間違えずに勝ち組街道を突き進むのよ。はーい。金次ちゃんもいい子に育ってくれて嬉しいわ。そして次の日。見て、さくらちゃん、リリーちゃん、昨日プニクリマンチョコ見つけてシールゲットしたよ。あ、すごい。リリー、昨日も見つけられなかった。無念。またそんなもので騒いでいるのかい。まったく、庶民の人間は低俗な遊びで満足できていいな。僕の趣味はチェスやオセロだよ。貴族のゲームさ。君たちは遊んだことがないかもしれないね。もしどうしてもって言うなら、僕がルールを教えてあげても。そうなんだ。それでね、リリーちゃん、さくらちゃん、おい、僕の話をもっと真剣に聞けよ。貧乏だからって当てつけか。そうだ、そういえば昨日一緒にいた音符のお父さん、貧乏くさかったな。僕のお父さんがあんなだったら恥ずかしくて一緒に歩きたくないよ。音符のパパは世界一かっこいいよ。バカにしないでよ。そういう金次君のファッションの方がダサいし。これは高級ブランドパーパリーの新作なんだぞ。ダサいわけないだろ。金次君のお金持ち自慢は前から好きじゃなかったけど、音符のパパのことまでバカにしてくるなんて。ケンジ君のことでモヤモヤしたから、家に帰ってママに相談することにした。でパパのことまで言ってね。本当に嫌な感じ。そうなんだ、世の中にはそういう人もいるよね。
ママも高校時代はよく貧乏くさいって言われてたな。でも私は本当に貧乏だったからわかるけど、アルト君から貧乏臭がするなんておかしいな。そもそも私、貧乏臭がまだどんな匂いなのか分かってなくて。ママ、貧乏臭いは何か匂いがするわけじゃないよ。やっぱりママって少し天然。でも、他の人にどんなことを言われても、私と音符にとって、アルト君は自慢のパパだよね。あ、そうだよ。ケンジ君に何を言われても、パパは音符にとってかっこいい自慢のパパなんだから。ケンジ君の言うことなんて気にしなくていいんだ。ママ、ありがとう。音符、ちょっとすっきりした。それならよかった。そういえば、来週の授業参観はパパが行くことになったからね。そうなの？パパ、いつもお仕事が忙しかったのに。嬉しい。ママとお話しして、少しだけモヤモヤがすっきりしました。そして迎えた授業参観日当日。パパ、本当に来てくれたんだ。よ、音符、来るに決まってるだろ。パパも楽しみにしてたんだから。今日の授業は算数なんだ。音符得意だから頑張るから。楽しみにしてるよ。ちゃんと小学1年生の範囲で答えるんだぞ。あら、貧乏くさい匂いがすると思ったら、あ、この前の出た嫌味な近所親子。あら、やった、授業参観にもお父様が来たの。まさか働いてないの。信じられないわ。アンペのパパは無職なんだ。いや、無職ってわけじゃ。最近は家族の時間を大切にしようと思っていて。やだやだ、それってニートのくせに主婦とかイクメン気取る男の典型的な言い訳じゃない。私だったら絶対そんな夫はやだわ。そうですか。それじゃあもう授業が始まるので、これで。私との会話を勝手に切り上げるなんて、やっぱり貧乏人は非常識ね。ケンジ君たち、またパパのことばっかにして。そんな人たちの言うことなんて気にしちゃダメだ。はーい、それでは授業を始めますよ。保護者の方も教室の中へどうぞ。そして授業が始まったんだけど。それじゃ、この問題がわかる人はいるかな。はい、答えは10です。おお、キンジ君すごいね。それじゃあ次の問題は誰か他の。はい、7です。キンジ君、全部答えてくれてありがとうね。ふん、僕にはどれも簡単すぎます。さすがキンジちゃん、かっこいいわ。やっぱりうちの子は優秀だわ。音符ちゃんのお父さんのようにだらけないようにしっかり教育しなきゃ。はあ、それじゃあ音符さん、 3-5 っていう問題は解けるかな。これは絶対値で答えるのかな、それとも負の数もありなのかな。3の方が5より小さいんだから引き算できるわけないだろ。金次君正解。ちょっと難しい問題だったね。音符って本当にバカなんだな。こんな簡単なやつも答えられないなんて。ちょっといろいろ悩んじゃっただけなのに。なんとか授業は終わって給食の時間になりました。今日は保護者の方も生徒たちに混じって給食を召し上がってくださいね。それでは列に並んで給食を受け取ってください。はい、パパ、たくさん食べてね。ありがとう、音符。でもパパこんなには食べられないかな。普通でいいよ。はあ、私みたいな普段いいものしか食べてない人間には給食ってちょっとね。本当は金次ちゃんにも高級弁当を持たせたいんだけど。はい、どうぞ。ちょっと、なんで私はこんなに少ないのよ。私こそ大盛りにすべきでしょ。だって口に合わないって言ったから。金次君のお母さん、落ち着いて。なんとか給食配り終わった。それじゃあ皆さんでいただきます。いただきます。あ、音符ちゃんのお父さんってもしかして。はい。授業参観に参加したのは給食を食べたいから。はあ、やだ、平日も暇な無職のニートってだけでも恥ずかしいのに、子供の給食をたかりに来るなんて。うわー、音符のお父さんって恥ずかしい。まあ私は慈悲深いから。そういうことなら
私の分も差し上げるわ。私みたいに普段からいいものを食べてると給食は口に合わないのよ。ちょっと何してるんですか。あら、どうしたの、食べないの、もしかして感動しすぎて言葉にならない。俺とかは別にいいのよ。豊かなものが貧しいものに施すのは上に立つもののたしなみというか。本当に何も知らないんだね、ババ。今私のことはババって言った。ママをバカにするとは許さないぞ。だって本当のことじゃん、何も知らないし、おばさんだし。おば、言っておくけどパパは貧乏なんかじゃないよ。ケンジ君のパパの何倍も稼いでると思うけど。はあ、それに車だってペルシャなんだから。それを言うならポルシャプニンな。ポルシャプニン、何を今更そんな嘘を。貧乏人の見栄っ張りは恥ずかしいわよねえ皆さん。皆さんどうされたの、音符さんたちに遠慮してるの。いいのよ、こんな見栄っ張りの嘘つきたちに気を使わなくても。いや、音符ちゃんのお父さんは本当にお金持ちですよ。ソプラノカンパニーの社長さんですし、お住まいはそこのタワマンの90階だし。ソプラノカンパニーの社長、タワマン90階。本当ですよ、ソプラノカンパニー代表取締役のアルトです。最近は家族との時間を優先させて会社は下の者に任せることも多いですが。嘘でしょ、ソプラノカンパニーって夫の会社のお得意様じゃない、なんてこと。ママどうしたの、音符たちより僕の方が偉くてお金持ちですごいんだよね。それはお金持ち具合で言ったらうちの方がお金持ちかな。そんなでも音符はお金持ちだから偉いとかそういうのではないと思うけど、どうしてそんな風に思うの。だってママがお金持ちは偉いの、庶民とうちの家庭を一緒にされるなんて不愉快だわ。うちの夫は大手企業の部長でかなり稼いでいるんだから。そうよ、うちだって別に音符ちゃんのうちに負けてないわ。今日着ている服だってうちの方が高いわ、高級ブランドにオーダーメイドしたやつだもの。ケンジ君の考え方はお母さんの教育の賜物なんだね。別に俺はお宅の旦那さんが俺に負けてるとか言ってませんし、思ってませんよ。何よ、うちは相手にしてませんみたいなその態度、その余裕な態度がムカつくのよ。私たちのこと見下してるわけ。ムキー、困ったな、何を話しても通じなさそうだ。だからさ、誰もケンジ君やケンジ君ママを見下してないよ。でも職業とかお金だけで人を判断するババアが一番底辺だなと音符は思うかな。そんな考えじゃ幸せになれないよ、みんな違ってみんないいんだし。私が底辺、しかも幸せになれないですって。音符口が悪いぞ。私が底辺なんて、そんなバカなこと。私はセレブで確かに銀次君ママいつも自分はセレブだ金持ちだって自慢ばっかりでうんざりしてたんだ。他の人のこと見下してるけどお金に執着してる自分が一番見苦しいっていうかそんな皆さん私のことをそんな風に思ってたの。もういやー、ママき、ケンジ君のお母さん。すっきりした、ちゃんと反省してくれたらいいけど。ちょっとやりすぎだった気もするけど、ま、自業自得かな。その日ケンジ君とケンジ君ママは学校に戻ってくることはなかった。その後ケンジ君ママの授業参観のひどい行動が噂で広まってしまい、普段の横暴な態度のせいもあってケンジ君ママはかなり肩身の狭い思いをしているらしい。ほら、あの人よちなみに今回のことがケンジ君のお父さんの会社にも伝わって、お父さんは左遷&降格させられちゃったとか。理由はソプラノカンパニーとの取引を中止の危機にさらしたから。俺は何もしてないぞ。一気に貧乏になっちゃったケンジ君のお家は、ケンジ君の給食費を払うのもギリギリなんだとか。ケンジ君が毎日こっそり給食を持ち帰っているのはみんな知ってるけど、
そっとしておいてるんだ。うん、金次くんも金持ち自慢したり人のことをバカにしなくなったな。金次くんのお家の生活が苦しいのはちょっとかわいそうとも思うけど、クラスのみんなは金次くんが静かになって嬉しいって。人のことを職業やお金とかだけで判断する人間にはならないようにしなくちゃ。みんなも気をつけようね。そしてうちのパパはやっぱり世界一かっこいいよね。音符ちゃん、誰に向かって話してるの？重大告知！なんと前回大好評だったソプラノ漫画の限定グッズ第2弾が全国のファミリーマートで販売決定。今回もガチャ形式全部コンプリートしたいぜ。ブロマイド12種類とステッカー5種類の限定販売。ブロマイドは全て今回限定のオリジナル書き下ろしイラストだ。ステッカーはなんと懐かしのあのシーンも。シークレットはどんなイラストなんだ？教えてくれ。販売期間は12月25日月曜日から1月31日水曜日の1ヶ月限定だよ。ゲットした人はコメント欄やツイッターでぜひ教えてくれよな。全種類コンプリート必須プニー。音符だよ、さくら。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。子供は素直だから親の言うことを真に受けちゃうんだよね。金次くんも気の毒よね。これから自分で学んでいくこともきっとできるでしょう。そうだといいわね。よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。また次の動画で会おうね。